して、黒チョコホ。こちらです。ヒポさんいらっしゃい。エチゲットありがとう。ここは普通に戦うぞ。ついてからでもよかったな。着替えるな。じいちゃん、アスピル覚えてたよね。なので、はい。アコツニコメさんいらっしゃい。タスケさん、ザッパさん、牧場の本マグロさん、ロコメさん、チナさん、ヒデージー、チキンさん、アコツジュコメさん、BJP さんいらっしゃい。あ、しぶてやつだな。うん、剣に変えるわ。バンツさんいらっしゃい。十二個目さんいらっしゃい。赤津です。ハリーさんいらっしゃい。赤おかいさんいらっしゃい。赤津のりとぺさんいらっしゃい。みみんまるさんいらっしゃい。アイス。てつやを。せいなるやっていうのもあるね。赤津十九個目さんいらっしゃい。伝説の剣、光の滝、これか。考える。戦う。これでチェンジしたら全員変わるんだよね。吸い取ってくれるわ。テラも魔法思い出したのね。うん、そうなんですよ。え、あれって人によってタイミング違う。思い出すタイミング。ピョンがやばい。お、27も吸えたぞ。解いてよ。ザトラチェニンさんいらっしゃい。あ、こちらマロさんいらっしゃい。ちょっと光ってた。いやー、これ花粉。手送りある？ありません。じゃあぶっぱするか。赤津32個目さんいらっしゃい。戦う。こんばんは、トランキーロスコッティさんいらっしゃい。あ、せんなよ。黒いフルアーマーのシシル返して。こんなイケメンになってしまった。ファイガーもったいないか。全体だからって思ったんだけど、シシルかっこよかったよな。みんな暗黒騎士の方が好きか。やっぱエルクさんいらっしゃい。うまみいらっしゃい。今日はね、私の旦那さんの後藤さんは超余裕で勝って、鳥は内藤が勝った。で、タナが負けたんだな。なんか、関節技は強い人で。名前なんじゃったかな？デスプリンが。赤
コサーラン、林ライスさんいらっしゃい。シリーズにもよるけど、パラディンより暗黒騎士の方が、まず強いからな。セシルのせいで暗黒騎士のイメージを悪くした。かわいそう。セシルのせいか。46個目さんいらっしゃい。よし、頑張ります。ブ。ヒソヒソをどこで使うかだね。これで全員動くはず。要はね、あのポイント制、うん、全然いけるよ。要はあの勝ちの数なんで、G1 って。うん、明かして大丈夫。ちょっとバラしてしまった今。後藤弘樹の闇です。ご飯もパパーって言ってたでしょ。アンパンも見てたけど。リホンさん、ありがとう、コテハン。落ち着きますね、この BGM。ヘイしてないの水っぽいヘイって何？あ、なんかやばそうなの。あれセシル？やべえぞ、やべえぞ。2匹もいるぞ。聖なる力に弱い。ちいちゃん、なんか覚えないかな。ファンが。鉄の矢ちょっと言ってよ。鉄の世界言ってくださいよ。何ニヤニヤしてんだよ。ほらさん、さすがさ、いらっしゃい。ちょ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 、気まぐれさん、いらっしゃい。あ、そうだね、鉄の矢は鉄だな。にゃんぽこさん、いらっしゃい。さすがの放置ですね。え、でも矢の先ってさ、鉄じゃね？大丈夫なのかな？まあ、いいか。じゃあ炎の矢で。あ、木製の矢ってこと？グッて言ったらつまんないじゃん。せやな。そういうとこは団結力あるのね。あるよ。あー、石製だってあるし、うんうん。サビオラさんいらっしゃい。テスト一体。うん。聖なる攻撃に弱かったな。あ、いいねいいね。振り探してみる。あ、そうか、ヤシリって石なんだ。わあ、やんやばい。強いな。綺麗に斜めだね。ちょっとヒットポイントちゃんと見とこう。ブリーザーか。うん、聞く聞く。あんたがしかし。ジョナサンいらっしゃい。ねじりハチマキ。お。これは、セシルはどうだろう。攻撃負荷がついてたよね。あれ？羽付きの方が強いんだ。ポーションの消費激しいね。そうだね、攻撃ちょっと上がるけど、まあ矢が落ちなければよし。ハチマキは矢もう装備してるもんね。ポーション好きですよ。うちだ。逃げろー。なんか石化にされそう。逃げろー。頑張ってー。よーし。伝説のジジイケメン、ハゲジジイはコツ？いらっしゃい。
誰がハゲじじいじゃん。あ、アイテムだけか。2000円、隠しないかな。ソラさんっぽくおっさんばっか。ニコルさんいらっしゃい。足りるかな。回復今一人だもんね。一応セシルがいるのか。足にボルト入ってたら手術歴あったらいけんね。下がる感じ。セシルが早ければテレポで逃げるっていう手もある。あーなるほどね。2倍フリーサラーしてね。そうだね、ケアルでちまちま完結しよう。フリーサラー、うん、よしよし。なこつんいらっしゃい。おかずクラブが面白かった。テラ気をつけて、テラ気をつけて。もうこと切れそう。どれどれ、15しかない。本当だ。吸い出すか。強いな。逃げるか。こと切れたね。先じゃあセシルの魔法でケアルが。リムちゃんいらっしゃい。あるじゃないか。使ってしまった。結構近場にあるんだね。全開した？半分ずつだっていうね。よし、全開しましたね。うん。フェイスバット。弓ってまだ残ってるかな？吸血。ファイダーを一発食らわせてアスピルして、あ、火に弱いね。うん、アスピルも使っていこう。どうしようかな。なんかさ、ひまさんいらっしゃい。ここはなんだ。ここから
クモの糸、はい、1個アイテムでもいいですね、ここね。ナンチどっかで寝てるなぁ。あ、あ、不意打ちだ。やめてー、ワインドブラスト。お？あ、さっきのは違うか。危な。あれ、全員ビリビリになったらね、逃げれんもんね。ん？あ、なんだあいつ。ドラキュレディ。あいつ召喚獣な。へえ。こんなとこにいるの？面白いね。上から出てるよ。チューチュー吸うたろか。妖精の爪が入っていた。妖精の爪。なんだ？いっか、まあ、いっか。変わらんかったね。ここかな？こっち側。隠し召喚獣。へえ、そんなのがいるんだ。先制攻撃のチャンス。下嘘。戦い。テラ75。アスピル。戦う。FF1 ではスーパーモンキーと忍者を使いましたか？忍者どうだったっけ？使ったよね、忍者。モンキー。あ、混乱した。爪効果かな？あ、弱かった。うん、混乱効果だね。あ、係長いらっしゃい。矢使いのセシルさんです。あ、自分で自分の血捨てた。怖っ。プラマイゼロじゃね。そんなに回復しないポーション。地球自足。あれ取ってくる。気になる。逃げる？正解っぽかった。うん。非常口が入ってた。あ、パンパンだって。弓いいか。ねえ、ねえ。パンパンだぜ。絶対戦うから。あと2本か。じゃあ聖なる矢にして、いかに乗る。お前たちよくここまで来れた。
だがたどり着くことはできても土のクリスタルはお前たちの手に戻らない。そんな装備でこの私は魔力に勝てると思うか。セシル殿、ここは私らに任せておけ。全然可愛くない、全然可愛くないな。戦う60か。愚かな、そろそろなんちゃらかんちゃら。あ、ファイラーしてきた。サインダラ、ブリザラ。あら、あらららららら、あらあら、ダメだ、勝ち目がない。剣さえ使えれば。くっそくっそ、じいちゃん、剣さえ使えれば。ひそひそさ、何に使うの。あ、こいつに使うの。こいつって言っちゃった。セシルたちが危ない。さあ、いらっしゃい。うん、まだ動ける体ではありません。どこへ行こうというのです。心配いらない。すぐそこの盾ごとまで。うっ、あなたはまだ歩くことさえままならぬはず。無理をしても構わないさ。セシルたちを救えるのは僕しかいない。これでじゃあ音楽を伝えるのかな。サイクロンさんいらっしゃい。こっちです。隠れよういらっしゃいこの音楽が来るのひそひそ方からギルバートの盾ごとが聞こえてきた。おお、この温かい音色はギルバートの盾ごとだ。なんだこの不快の音は。グキギキ。魔力が荒れされるとこかな。今だセシル、この音色が流れている間はヤスも磁力を操ることはできないはずだ。剣を装備するんだ剣を装備するんだか。あ、今ですね。今装備をして、これを光の盾、伝説の剣だよね。あ、あと硬いの光の兜、ナイトの鎧で、ガントレットいくら下がるけどいいよね。で、セシルを前衛に出す。全開してるね。よし、オッケー。ガゴゴ、よくもお前たち殺す。貯めてしまおう。回復に専念するか。全然違う。磁力があれかな、関係してたのかな。どこ、クラマゼさんいらっしゃい。チョキアルラかけて、ジジイを回復してある。おお、あれ、おっとっとっと、セシル殴ろ。ポーション、ささやき、ためる。セシル殴る。ちょっとケアララまで耐えてもらおうと思って、プッシュで耐えれるかな。耐えたな。
ポーション効果いい。トルネードがすごく強いのか。あ、聞かなかったってことかな。ギルバートの声が深いと聞いていらっしゃい。ならば姿変えるしかない。お、ダークドラゴン。声出してみる。つかし、シド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 、はい。本気きたね。ダークブレス。おー本気きたね。本気モードじゃん。リアルだじゃん。あとは脳筋に任せておる。あれ？任せておれ。チェラやられたら終わる。なぜあの音がここまで。クリスタルさえあれば永遠の命が。グガギゴ。グガギゴ。やったぞギルバート。死によったか。土のクリスタルを手に入れた。はい、おやすみなさい。お？これで帰れるか。帰ろう。非常口っていうのを地上にワープします。行きます。お、なんでブーナ幻に言ったか。ここ出ないとダメか。ここでじゃあが回る。白チョコが話しかけてみよう。待って。早くない？白チョコも。テラじゃダメですか？ダメです。待って。白チョコも見っけ。MP が回復。あ、死んでたみたいに。黄色いので、乗ってみよう。どういう回顧かなと思って。よし。ちゃんちゃん、お疲れ様でした。ちょっと寝てきます。寝ても回復しないよね、死んでるから。ということは、フェニオで圧だよ。フェイズ。よし。ちょっと荷物が圧迫してるな。荷物整理をしよう。お、1万円貯まってるじゃない。圧だよ。